Hi everyone, this is Toki. 断片の記憶。誰しも忘れることができない記憶というものがあると思います。まあ皆様もそういう記憶があると思うんですけれども、ただ短いんですよね。それは UFO 現象に遭った方々にも言われていて、彼らはずっと内緒にするんですね。万が一このことを話してしまったら、自分の身に危険が及ぶかもしれない。家族や生活が脅かされるかもしれないと思って黙ってるんですけれども、もしかしたらもう自分の人生の時間がそう長くはないと悟った時に、最後にこれだけは話しておきたいということで、ポロッと喋ってくれる方々が後を絶たないんですけれども、今回はそういった方々のお話です。まあ短いお話もあるので、いくつかご紹介してみたいと思います。まず UFO 研究家のもとに告白したいということで、コンタクトがありました。彼の名をジェームス・プレスコットと言います。ただこれは本名ではなく仮名だそうです。何年に起きたかも教えてくれなかったそうなんですけれども、ジェームス・プレスコットさんは1月21日の夜、忘れられない体験をしたんだと。4人の軍人に命令が下りました。その4人のうちの1人が今回のジェームス・プレスコットさんです。ランダーフェルという場所に行けと。彼はイギリスの軍人でした。そのランダーフェルもイギリス国内にあるそうです。防護服に身を包み、とりあえず行きなさいと。車は何があっても立ち止まることなく、まっすぐランダーフェルまで行けっていう命令だったので、みんな緊張してですね、何があるんだろうと。で、そこに着くと大きな長方形の箱があり、無線が流れてきて、その箱を車に積み込んで、ポートンダウンに持ってけって言うんですね。で、ポートンダウンって、イギリス軍の化学兵器とか、例えば生物化学とか、そういう研究してる場所なんですね。つまり軍事施設です。え？と思って、みんな防護服ですし、あ、これもしかして危険なものかなと思いながら、慎重にその長方形の大きな箱2つを彼らの軍用車両に積み込み、ポートンダウンに持っていきました。もう何時間もかけて持ってったというおっしゃってますけれども、するとそのポートンダウンにやはり彼らと同じように化学防護服を着た職員が待ってると。で、彼らに施設の中に運んでくださいというので、まあ、持ってったんですね。施設の中に行って、彼らが車からその長方形の箱2つを床に置きました。するとなんと、そのポートンダウンの職員はその場でその箱を開けて、なんと中にも防具服に身を包んだ小さな生き物のようなものが2体横たわってると。で、あ、これもしかして宇宙人かなってみんなピリッとしたんですね。で、そのポートンダウンの職員というのは科学者なので、軍人である彼ら4人が見守る中で作業を、とりあえず第一段階の作業をしてるわけです。何かあってはいけないので。で、それでもう彼らも何もみんな黙ったまま見てるんですけれども、開けるととっても小さな体をしたすごく痩せている宇宙人のようなものが2体横たわっていて、あ、もうこれは人間じゃないなっていうのが分かったと。ただ生体反応がないために、あ、もう亡くなってる、死んでるんだって分かったそうです。で、その後ですね、まあ、解散となり、このことは誰にも言うなということだったので黙ってたんですけれども、まあ、軍人としての日々を重ねていくうちに、実はあの夜もう一つ別の部隊、軍人の部隊が他の場所から死体を、宇宙人の死体をポートンダウンに運んだっていう話が流れてきたんですね。さらにそこには UFO、 墜落した UFO もあって、それも別の部隊がここに派遣されて、それも回収してポートンダウンに持ってったみたいな話が残ってるそうです。まあ、これはですね、本当かどうかはわからないんですけれども、最後にこれだけは話しておきたいということで流れてきた、まあ、お話の一つです。次はアメリカのお話です。アメリカ・オハイオ州ガリポリスという場所に住むスザンヌ・クラークさん。彼女のお父様は軍人でした。アメリカ軍の軍人ですね。さらにコロラド州シャイアン・マウンテンにあるノーラット、秘密部隊と昔言われてたんですが、北米防空司令部ノーラットですね。12月24日の深夜にサンタクロースを追いかけてる軍といえばそこなんですけれども、実は秘密部隊と昔は言われていて、アメリカの空を守ってるんですけれども、9/11の時にもノーラッド出動しております。で、この時ですね、彼女のスザンヌさんのお父様はそのノーラッドに勤務していたと。で、するとですね、砂漠に大きな頭を持つ3体の小さな死体が散乱していたと。で、銀色に光る残骸、UFO の残骸が写った、そのモノクロの航空写真。その時、ま、彼はその写真だけを見てるんですけれども、
これをみんなに説明 を受けたいと。からお父様はですね、勇敢にも上司にこれ何ですかと。ところがですね、黙ってるんですね、上司は。これ見なかったことにしなさいと。で、ところがですね、後でその写真がですね、1947年に撮影されたものだということが判明したそうです。つまり、ニューメキシコ州、アメリカなんですけれども、ニューメキシコ州に UFO が墜落したという、有名なロズウェル事件。その写真ではないかとお父様は言ってるんですね。ところがですね、このことはやっぱりお父様、娘さんに伝えたんだけれども、まあ、しばらく黙ってなさいと。まあ、言われたそうです。その時お父様はご存命で、自分が亡くなって数年間黙った後、まあ、君の判断で話してもいいよということだったので、まあ、お父様お亡くなりになってもう何年か経ったので話しましたということです。で、今のところですね、メインブラックなどからの訪問を受けてないので、私の命はまだ無事ですみたいなことはおっしゃってるんですけれども、まあ、ノーラッドですからね、ロズウェルの写真の1枚や2枚はあるだろうなって、まあ、皆さんはおっしゃっております。次は UFO 研究家の電話の中に突然見知らぬ女性が混戦して入ってきたというお話が残っていて、スラゴ夫人という女性なんですけれども、このもしかしたらこのスラゴ夫人はウィメンインブラックではないかと言われてるんですね。まあ、メインブラックがですね、やっぱり黒い服に身を包んだ男性のことを指すのに対して、黒い服に身を包んだ女性が UFO 現象の間に入ってくることがあって、それはウィメンインブラックとかも言われてるんですけれども、スラゴ夫人っていう見ず知らずの人が突然ダン・オーと呼ばれる UFO 研究家ともう一人別の UFO 研究家が電話で話してる間に入ってきたと。で、話が進むにつれて、このスラゴ夫人という名乗った女性がですね、あなた方のやってることは賢明なことではないと、 UFO が宇宙人由来であるかもしれないというのは全くの眉唾で嘘であり、そういった UFO 組織っていうものはないですし、こういう研究はやるべきではないと。で、私はこんなことを聞くために間違って入ってきたんだみたいなことも言うので、すぐにあなた方は UFO 調査をやめるようにという警告してきたっていうんですね。え、なんであなた突然そんなことを言い出すんですかって言ったら、まあその女性は消えてったと。まあ電話が切れたんですけれども、後で UFO 研究家があまりにも不思議な女性なので、電話回線を徹底的に調べたそうなんですね。盗聴などされてるのか、さらに電話会社にも一生懸命確認をしたところ、このような誤った接続っていうのはその当時はありえないということで、その記録なども一生懸命探したところですね、1年ぐらいかかったそうなんですが、その時2人の電話の間に何か別の回線が入ったという記録はないそうです。やはりウィメンインブラックではないかと、そういう不思議な話が残っております。まあ、今回はちょっと不思議なんですけれども、どうしても話をしたいっていう方々の、まあ、お話を取り上げてみました。まあ、もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。